PT は、小島秀夫監督、小島プロダクションが制作し、コナミにより配信された一認証視点のサバイバルホラービデオゲームである。2014年の8月14日に、プレイステーションネットワークからプレイステーション4向けに無料配信された PT は、後に制作中止となる、サイレントヒルシリーズの新作、サイレントヒルズのインテラクティブなティーザー広告として提供された。 PT においてプレイヤーは超自然的な現象に遭遇しながら幽霊の住まう屋敷の廊下を何度もループしながら探索することとなる。PT は概ね好意的な反応を受けた。特にゲームの怖さとループする廊下を歩かせるというアイデアは称賛された。しかし、その難解極まる謎解きは一方でフラストレーションの源として批判されたものの、 他方で恐怖を長期間にわたって延長させる新たなるコラーゲームの仕様だと言われるなど賛否両論の評価を受けた。その後、好みはサイレントヒルズの制作中止を発表した。その直後に好みは PT をプレイステーションストアから削除し、また突如ダウンロードしたプレイヤーが再び PT をダウンロードすることも不可能にするという処理を行った。 このコナミの対応はゲーム業界やソーシャルネットワークなどで大きな議論を巻き起こし、コナミに対して多くの批判が殺到する事態を引き起こした。ノーマン・リーダース、PT にはサイレントヒルシリーズでよく見られる三人称視点ではなく一人称視点が採用されている。視点はプレイヤーによって操作される、見えない主人公に固定されている。彼は郊外の幽霊が住まう。 家の中で目を覚まし、超自然的な出来事を経験する。家の中で探索できるエリアは、ループし続ける L 字型の廊下と、そこに接している2つの部屋、バスルームと、プレイヤーが、それぞれのループを開始する部屋、のみである。可能な行動は、歩くことと対象を凝視することのみである。ゲームを進めるためには、プレイヤーは、ゾッとするような現象を調査し、 隠された謎を解く必要がある。それぞれのループを正常に終えることができた場合、廊下に変化が現れる。加えて、プレイヤーは、リサという名の敵対的な幽霊と遭遇する。プレイヤーが彼女に取り付かれた場合、プレイヤーは突然の恐怖体験に襲われ、現在のループの最初からやり直さなければならなくなる。プレイヤーが最後の謎を解いた後、トレーラーが流れ、PT が、 小島秀夫とギレルモデルトロの二人の監督によるサイレントヒルシリーズの新作サイレントヒルズのプレイアブルティーザーであることを明らかにしノーマンリーダスをモデルにした主人公の姿が示される PT は脱出することができない延々とループする廊下が続く家の中で目覚めた主人公を中心に展開されるあるループでは屋内のラジオが二つの連続殺人事件の報道が 流れる。犯人はどちらの事件も父親であり、そのうちカズトは事件の動機を聞かれたことに対して数列を何度も繰り返していた。後のループでラジオは主人公に直接話しかけ、殺人犯の一人が何度も繰り返していた。数列20万4863を発する。様々な言語でラジオは他にもメッセージを送る。その後、 主人公は敵対的な女性の幽霊であるリサと遭遇する。そしてバスルームに入り、懐中電灯を手に入れると、洗面所の中に胎児を発見する。後に、リサの攻撃を受けた場合、主人公は再び最初にループを開始した部屋で目覚める。部屋の中では、血のついた紙袋が彼に話しかけ、ドアの隙間が分断された現実であることを打ち明け、俺なのは俺だけだ。 お前なのはお前だけかと警告する。やがて主人公はラジオが促すのに合わせて何者かがバスルームの中で女性を殺害したと思われる音を耳にする。再びバスルームに入るとタイジが主人公に話しかけ、10ヶ月前に主人公が職を失い、アルコールに溺れるようになったことを打ち明ける。彼の妻はパートタイムの仕事を見つけるが、それができたのは、 店長が彼女に肉体的興味を持ったからであった。後に別のループでは、またもや声が20万4863を繰り返し発し、突然あたかもクラッシュしたかのような画面が表示される。主人公は最初の部屋で目を覚ます。最後の謎解きが解決すると電話が鳴り響き、電話の主は主人公が選ばれたことを告げる。続く、 カットシーンでは暗闇の中で声が鳴り響き、父親が彼や他の人間を殺すまでは想像性のない全く普通の人生を歩んでいたということを告げる。声は最後に新しいおもちゃと共にまた帰ってくるという意思を伝える。小島秀夫小島プロダクションは PT の開発にあたり、彼らが開発したゲームエンジンである FOX エンジンを使用した。 小島秀夫が PT を制作した意図は、サイレントヒルズの動画のトレーラーや、スクリーンショットを発表する代わりにインテラクティブな、ティーザー広告を提供するということだけではなく、新たな手法で人々を怖がらせることであった。このゲームはクリアまで最低でも1週間かかるように、意図されており、小島は謎解きが難解なものとなるように設定を行った。しかし、 彼の努力とは裏腹に何人かのゲーマーがリリースから数時間以内にゲームをクリアしたことが伝えられ小島を驚かせた小島はまたゲームプレイをより恐ろしい体験とするために PT が謎めいたものになるように意図したそのため発生する事件に関してゲーム内ではほとんど説明がなされず謎解きの手がかりも少ない彼はホラーゲームの物体としてしばしば設定される 廃墟とは正反対の一般的家屋の廊下を舞台に採用することでティーザーが文化的背景とは関係なく感覚的にプレイヤーの心を動かすことを意図した。彼は PT のコンセプトについて彼が恐ろしいと思ったホラー映画や他のメディアをベースにした。ゲームを作る際、小島はとても多くのホラー作品が 視覚的暴力に依存していると感じ、PT ではそれを差し控えた。彼はもっと本物の視力深い、染み渡るような種類の恐怖を引き出そうとした。PT は最初ゲームズコム2014において同じ名のミステリーホラービデオゲームのデモ版として発表された。これは2014年の8月12日にプレイステーションネットワークで配信された。正式に新しい、 サイレントヒルのゲームを発表する代わりに、監督の小島秀夫は、PT を存在しないゲームスタジオである 7780S スタジオから発売予定のゲームのデモとして発表した2014年の9月に、ソニーは東京ゲームショー前のプレスにて、PT が100万回以上ダウンロードされたと発表した。PT の奇妙で苦痛にまみれた廊下の写真のようにリアルなクオリティは、そこが、 親しみのある感情的に無警戒な場所であるかのように錯覚させる。私たちは皆同じように廊下に立っている。私たちは皆同じように曲がり角に何かいるのではないかと考える。そして PT では確かにいるのだ。パトリック・クレペック・フロム・コタク。PT はゲーム評論家から広く称賛されている。ホーブスのエイリック・カインはこのゲームの不安を煽るような恐怖を楽しみ。 このゲームは来る、サイレントヒルズのマーケティングとして成功していると、記しているゲームズリーターのデビット・ホートンはこのゲームの没入型のよくできたホラーと、その難解さによって、オンライン上の言説を作り上げていく手法を、賞賛した。伝文、ネット上の風雪、バラにもすがるような噂の解放による解決をし、現実世界へと拡散することで、 このゲームはそれ自体が都市伝説となったユーロゲイマーのジェフリー・マチャルフはそのサウンドエフェクト、ビジュアルデザイン、演出の重視と敵の配置の予測の難しさのためにこのゲームが没入型で恐ろしいものとなっていると述べた。しかしながら PT の謎解き要素は批判を受けた。クレペックは謎解きをフラストレーションを感じながらの行為だったと述べて批判した。 デジタルスパイのマシュー・レイノルズは最後の謎解きが明確な解決方法のないフラストレーションの種だったと述べた。対照的にマチャロフは謎解きが巧妙さと難解さとの狭間にある一方でこれらの謎解きがプレイヤーを感情的に居心地の悪い状態にすることで怖さが増加していると述べた。PT はまた2014年のいくつかのランキングにも挙げられた。 ゲームスポットはこのゲームを2014年8月のゲームオブザマンスに選定した。イグンのマーティースリバはその年のゲームのトレーラーのランキングの中で賞賛の言葉とともに PT を取り上げ、彼がその年プレイした中で最も面白く見事で怖いゲームの一つであると述べた。イグンの他のレビュアーであるルーシー・オブライエンはこのゲームを近年で最も間に恐ろしいインラクティブな 体験だったと述べ、ゲームオブザイヤーに選定した。ジャイアントボムは恐怖体験の中で限られた情報しかもたらされない、時に何が起こるかということを PT は示してくれたと述べ、年間のベストホラーゲームに選んだ。PT はグラディ・ディスガスティングのフィアー・アワーズにて2014年の最も怖いゲームの称号を手にした。ポリゴンは PT をゲーム年間ランキングで10位に選び、 スラントマガジンの社員は年間8位に選んだ。コタクのパトリック・クレペックはそれまで発表されたコラーゲームのオールタイムランキングで PT を1位に選んだ。沢木隆の100回図鑑よりうぶめ。他のサイレントヒルシリーズのゲームと異なり、プレイヤーキャラクターは襲いかかってくる幽霊のリソに対して何の防御手段も与えられない彼女のデザインは 日本の民間伝承に見られる幽霊や三女といった存在との類似点が指摘されている評論家たちは PT に様々な主題を認めている。ユーロゲイマーのジェフリー・マチャレフによるとこのゲームの主な主題は謎解きの不明瞭でプレイヤーを混乱させるような性質に支えられた循環する精神的苦痛であると述べた。ポリゴンのダニエル・リエンダーは PT が サイレントヒルシリーズの二つの主要な主題、すなわち家族のトラウマや家庭内暴力という趣旨と現実世界と悪夢の世界の二重性を用いていると述べた。彼女はまた PT とイレーザーヘッドが共に泣き叫ぶ機系の赤ん坊を登場させ主人公が現実から恐ろしい世界へと旅立っていくという点で主題内容を共有していると主張した。PT のループし続ける廊下は 批評的議論の種となった。ゲームスポットのロブ・クロスリーはこの廊下が、緩やかな閉所恐怖症と、周囲の環境への親しみを引き起こすと述べた。また、彼は、廊下の最初の直線部分は、緊張を高める働きをし、曲がった後の直線部分の存在は、意図的にプレイヤーが、廊下の全てを見通せないようにすることで、プレイヤーに自分が無防備であるような感覚を与える。 働きを持っていると述べた。ゲームズリーターのデビッド・ホートンは、この廊下は、建物の中を、恐怖の壊れることのないフィードバックのループで満たす。常に、プレイヤーは消えることのない対象効果を生んでおり、同じ場所に戻ってきた時のすべての動機の瞬間は、それまでの終わりのないような反復で得た知識により、組み立てられた、次に、何が起こるか、そして多分確実に、 何がエスカレートするかということの重要な予言の瞬間であるのだと述べた。ホートンはこのゲームが心理学の領域から働きかけることで恐怖を引き起こす方法を理解して作られていると感じた。ポリゴンは PT の最も素晴らしい点はループする廊下だといったゲームプレイヤーの言葉を引用した。彼はそれが恐怖だけでなく次に 何が起こるか知りたいという好奇心や欲望をも引き起こしたと述べた。マチャレフはこのゲームで示された兵士を恐怖症的で反復的な環境は脆弱な環境に置かれているという感覚にプレイヤーを引き込む催眠的効果があると述べた。1938年自身の宇宙戦争が引き起こした騒動に関して記者と話すオーソンウェルズ、PT における スウェーデン語のラジオ放送がこの宇宙戦争について触れているという意見がある。ゲームの中で言明され描写されていることの大部分はプレイヤーに解釈が任されており、ファンはゲーム内で起こる事件の本質について様々な憶測を展開、議論した。YouTube の実況プレイヤーであるボイドバーガーとボブは、 自由に解釈できるという性質はこのゲームの最も素晴らしい側面の一つであるという意見を述べた。彼らはまたゲームには未だに発見されていない要素があるのかもしれないと述べた。彼らはゲーム中にある条件で現れる色付きの証明に関しては未だに解明できていないと述べた。また彼らは父親が殺人を犯した主因が実はラジオであるとゲーム内でほのめかされていると感じた。 ラジオの途中ではスウェーデン語で1938年のラジオドラマが現実のものとなったという文章が現れるが、これがオーソンウェルズの宇宙戦争を指していると解釈する者も,もいた。この宇宙人の侵略に関係する引用は、宇宙人に関係する隠し、エンディングを入れ込むというサイレントヒルシリーズの慣例の継続だと考える者も,もいた。他に行われている 主な議論として、プレイヤーキャラクターの正体についてのものがある。胎児が、プレイヤーに、覚えているか、10ヶ月前のことだと話したことは、彼こそ、リサと子供たちを殺害した父親であるということを、示唆しているように見える一方、ボイドバーガーとボブは、プレイヤーキャラクターが、ゲームの最後に現れたノーマンディーダスをモデルにした、人物であると考えていた。PT は、 得意な存在だ。このゲームは、中編小説もしくは、短編小説であり、長編作品から抜き出された一つの章ではない。これは、以前のゲームには全く存在しなかった形式だ。クリストファー・グラント・フロム・ポリゴンゲーム評論家たちは、PT をティーザー、ビデオゲーム、デモのどれに分類すればいいのかわからず困惑した。議論が決着を見ないにもかかわらず、このゲームは、 トレーラーの賞を勝ち取る一方で、月間ベストゲームや年間ベストホラーゲームの賞も受賞した。PT を予告編のベストとして表彰する際、イグンのマーティースリバは、PT が単なるインテラクティブな経験をさせる映画、パズルゲームを超えたものだと感じていると述べた。デモが、最も一般的な分類であったが、ゲームスポットはこの分類を良しとしなかった。このゲームが、 一般的にサイレントヒルズのデモと呼ばれているにもかかわらず、最後にタイトルが表示され、ノーマンリーダスが姿を表す場面以外、このゲームがサイレントヒルズの一部だと示すものは何もなかった。小島秀夫自身もこのゲームがサイレントヒルズのデモではないと説明し、自身のツイートではティーザーと呼んでいる。ポリゴンのクリストファー・グラントは p t を、 ピクサーの長編作品の前に上映される短編作品になぞらえた。サイレントヒルズ開発中止のアナウンスに続いて、PT が2015年の4月29日に、プレイステーションネットワークから削除されるとの発表がなされた。当初はこのデモは再ダウンロードできるとされていたが、2015年の5月には、PlayStation アから再ダウンロードできなくなった。 ゲームの開発中止は、ビデオゲーム評論家の間でコナミに対する論争を引き起こした。コタクのパトリック・クレペックは、コナミがサイレントヒルズを制作しないのは結構だが、サイレントヒルズと違い、PT はすでに存在し、ゲーム文化の一部となってしまっているので、これらの PT の削除は間違っていると述べた。ポリゴンのニック・ロビンソンはコナミが、 彼らができる最も責任能力のない卑怯な決定を行ったと感じたが、これらのゲームの抹消とそれに続く配信停止は、PT をこの媒体の歴史上最もクールで魅力的なゲームにしたとも感じた。配信中止後、PT がインストールされた、PlayStation 4のコンソールが e ーベ2 0 0 0ドル以上の値段で売りに出された。しかし EVE は、後にオークションを取り下げさせた。 この出来事は、フラッピーバードを搭載した iPhone が、アップストアからの配信停止の後大量に売りに出された、ことと比較された。サイレントヒルズの監督としての参加が予定されていた、ギレルモデルトロは、PT の人気に関して、サイレントヒルシリーズに熱意を持っている人々が、まだ多く存在しているとの観測を示した。PT は、他のゲームの中でも、引用やほのめかしが行われている。 敵のリサは小島によって監督されたメタルギアソリッド V にも仮名を出演している。加えて発表が予定されている一人称視点のサバイバルホラーゲームアリソンロードは PT に深い影響を受けており精神的続編とみなされている。アリソンロードは英国の幽霊の住むタウンハウスを舞台にし5日間かけていなくなった家族に関する謎を追う男性の主人公を設定している。 デモ版では壁の落書きが直接 PT に関してほのめかす場面が存在する。ありがとうございます。